そうっすね、でほらうお互い何個か解散してからの組み直しみたいな感じだとさそうっす、ね、やっぱりこのコンビでは頑張りたいなみたいな感じがちょっとあったんちゃうかなとは普通はね向こうはでも結構最初の時はやりやすかったとは思いますけど結構僕はもう何だろう、うん、何でも言うこと聞くみたいな感じだったんで割と向こうがガツガツしてるタイプなんでうん。 まあでもそのなんか行動力に助けられた分はありますけどね。<laughs> <laughs> うん、それで結構な実際「はい、ザマンザイも「M‐1」も決勝行ってるしな。まあそうですね、うん。そうなってくるともうちょっとこう一体感というか,かな、はい、あんまりまあ一体感感じたことはないけどあまり口には出さないけれども、はい、まあちょっと頑張っていこうかみたいなところはあったりなかったりしたの 自分の中ではもう最初の頃とかは本当に、うん、とにかくもう売れるためにお笑いやってた感じだったんで、うん、あでもまあそれはそうやと思う正しいと思ううんだからその自分のエゴみたいなのはもう一切出さなかったんですよ、うん、だからネタとかももう本当に目の前のお客さんが笑うことをもう最優先みたいな、うん、自分のこうやりたいことでそういうのはもう 端に置いてみたいな感じでやってきて、うんうん、でまあまあそれでまあそれなりのところまで行けたっていうのは前いいことではあったとは思うんですけど、ま、うん、だやっぱ気持ちはうん、うん、ついていかない部分はちょっとあったりもしましたよね。ああそう。うん、うん、楽しかったっていう感じでは全然 <laughs> なかったんで、あこれはまあいろいろありますけどね。うんいろんないろんなバックストーリーはありますけどそれは。 まあまあまあな。はたから見てる10倍ぐらいいろいろありますけど。はから見てる10倍。1倍。言えないこともあるやろうしな。まあそうですね言いたくないこともありますけど。うん、まあまあもちろんそれはねお互いのいろんな事情がねあ,あるでしょうけど。うんうんで。でもまあまあ一時ね結構いい感じでめっちゃ流れきてんねやろうなとはたから見てて思ったけどな。でもあの時期それなりにこうなんというか、うん、うんテレビとか。 いろんな番組みたいなところもちょこちょこ回らせていただいて、うんまあ、いい時悪い時ありましたけど、うん、でもやっぱりこうず,ずっとなんとなくやっぱ自分はあんまり向いてないなっていう気持ちはありましたけどねそういうテレビっていう<お>ああいう華やかな世界といいますか。 結構僕、早い段階から、うん、もう m 1とか出てたような時期には、もうすでにテレビもあんまり見なくなってて、うん、これ、なんでかって言ったら、もうあの、うん、ゴールデンタイとかの,のバラエティー番組の,あのわちゃわちゃした感じとか、うん、あのセットのキラキラした感じとかが、もう見ててすごい疲れちゃうから、うん、<laughs> おじいみたいなこと言いますけど <laughs> おじいちゃんやん、ほんまに。そうなんですよ。うん、なんか、け結果、NHK が落ち着くみたいなね。<laughs> いやほんとそうなんですよ、うん、なんかもう最近とかもほんと BSNHK とかのもう何も起きない世界の風景ただ映してるだけの番組とかがすごい心地よくていや脳に優しいなそれいやそうなん猫映してるだけの番組とかうん日野翔平さんが自転車乗ってるだけの番組とかどんな番組それ <laughs> いやあ,あるんですよ <laughs> 日野翔平さんが <laughs> ただ自転車乗ってるだけの番組がある気になる気になるな、うん、結局なんかもう自分が、うん うん、肌に合うのがそういう方向性なんだからもう自分はもうこれでいいやって最近こう、うん、諦めるようになったというかだから自分の笑いもそういう方向性なんだろうなっていうふうに思うようになってんですよああ。例えばゴールデンとかのバラエティがさちょっときらびやかやというのは俺すごい分かんねんけど、はいはい、だからといって別に芸人を辞めるわけじゃないよねんな。 家にはやめないですねいお笑いとか人を笑わせることが好きなわけでしょそうですね、そのお笑いっていうものに対する捉え方もちょっと、なんかこう、いろいろこれまでの自分のインプットからうん、うん、変な方向に行ってるのかもしれないですけど、うん、笑わせるっていうことが必ずしも絶対的な正解と捉えてしまうと、ちょっと怖いなっていうふうにも思ってるんですよ。うお笑いいっていう 肩書きにちょっっと縛られすぎなななんじゃいいかっていうるほど思いがちょっとあって、うん、お笑いっていうその表現の幅がとにかくもうすごく狭いなって常々思ってるところがあって、まあ、これまあ音楽なんか聞いてるとやっぱすごく思うことなんですけど音楽とかだとまあそれこそ、ねまあ、ロックとかポップスとかそういう売れる音楽のジャンルもあればヒットチャート出てくるようなジャンルじゃないけどジャズとかブルースとかボサノバとかカントリーとかいろいろあるじゃないですか。うん もう数えきれないぐらいのジャンルが、うん、まあ文化として一つ一つありますけどそれに対してお笑いってういう、うん、じゃあ漫才コント、うん、まあ落語なのかもっと数えるほどしか音楽で行った時にジャズブルースカントリーとかそういうようなことをお笑いでやれないもんかなってすごく、うんほう んかもう周り見渡してもみんなロックポップスばっかりじゃんっていうふうに最近すごい思うんですよ。うん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 。うん、まあ別にそれはもうねもちろん食っていくために必要なやるべきことではあるからすごく気持ちはよくわかるんですけどまあだから音音楽楽でいいいうとととこころの売れる音楽やらなな食えないってことよね <laughs> そういうことですねだからわかりやすいこう、うん、サビがフックがあるようなことだったりとか。うんうんうん でもじゃあこうね例えば落語なんかでは怪談話とか人情話とかいろいろあったりもしますけど。笑いっていうものをどこまでこう、ね、笑いって言っちゃってる分笑わせなきゃいけないみたいな、えー、意味合いはあるのかもしれないですけどどこまで広げられるかっていうところをすごく、うん、ここ何年か考えてて。 だから一番大きな笑いを取ってるものが絶対に一番価値のある笑いでは間違いなくないと思ってるんですよ僕は。だから最近ちょっと自分がやってるようなこととかはまあ引き算と言いますか、うん、う温度感だったりとか間、まあ、とかそういったものをちょっと重要視してあまりこうあ,りあえて爆笑みたいなところはいかないような感じのことをやってたりもするんですけどこれのだからそれこそ。 ヒントというかあの昔板尾さんと木村雄一さんが2人だけのトークライブっていうのを定期的にやってて ZAPA っていうやつなんですけど<う>これを1回下北でやってる時に見に行ったんですよ、うん、普通にお客として。でそれが、まあ、やっぱあの2人だからそんなそもそもテンション高いタイプでもないし、うん、ガツガツ笑い取っていくタイプでもないんで、うん、こうずっと。 なんていうのかな大きな笑いは一回も起きないんですけど、うん、でもその空間が心地よくてへ<ー>それがちゃんとお客さんに伝わってお客さんはなんかこう笑いを超越したなんかいいものを見たなっていう満足感というかすごいそういうものを感じて帰ってる感じがすごくあってあの空気感っていうのがね。 落語江戸落語なんかそういうのでもなんか見られたりはしますけど、うん、その笑いのこうより向こう側といいますか、うん、違うところに踏み込んでいる表現っていうのにすごい価値を感じるようになってるんで、うん、でもそういうのって絶対ね賞、うん、ーレースとかじゃ勝てないタイプじゃないですか。そうねねあのーね 今はもうやっぱり3分なり4分なりのところに笑いを詰め込まないと勝てないからね。そういうのとは今、真逆のことを言ってるもんね。そうですね。方法で言うとね。うん。まあだから本当にそういう意味で言うと自分のやりたいことが明確にここ数年で見えてきて、それをやれるようになってきてるんで、うん。うん。んその方向で言うと、バカよあなたはではないもんね。そうですね。もうコンビではもうとにかく、うん 売れるるるこことと受けっっててていう感じでやってきてるんでやき、うん、まあ、だからって別に解散とかするわけじゃないでしょきっと。まあそうですね。はっきりどうするかとかはあまり言い切らないようにはしてるんですけど <laughs> まあこの先自分がどう変わっていくかってもう何も言えないし <laughs> ううなん,んかあんなこと言っといてとか後々になってね、うん、なるパターンもあるから。 そうやなはっきりとは言わないですけどただ今別にそんなんだろう100ゼロで物事を考えないでいいって思ってるんでうわそれこそなんかやっぱ音楽好きだから音楽の世界から結構ヒントを得ること多いんですけど、うん、バンドの掛け持ちとか当たり前の世界じゃないですか向こうは。うんうん、なんか、ね、こっちのバンドでやれないような表現を別のバンドでみたいなソロ活動でみたいなこととかも当たり前のようにやってる世界だから、うん、そういうやり方はお笑いでも。 ね、自分の可能性を広めるために全然取り入れていいところだと思うんで、うん、自分のねペースでというか、まあ、周りに迷惑かけなければっていうのもあるしうん、うん、そのぐらい柔,柔軟な感じでい,いいねめっちゃ,ゃいい意いなそうですね、まあ、まあ別にだからといって完全に満たされているわけでは全然ない <laughs> <laughs> もっとこうねなりたい自分はあったりしますけど、うん、まあこれはちょっと一つの結果論かもしれないけどある程度それがな、はい 収入的に満たされてる人がいると、今すごくなんか憧れる人も多いやろうし、はい,はいはいはい、はいはいはい、アファラオ君みたいになりたいなってなるかもしれないけど、まだそこは至ってないもんね。まだそこは至ってないですね。うん。だから、今のスタンスを貫きながら、はい、そこが収入面が満たされると言うことないよねそうですね、まあ、その収入面もそんなにこう高いあれをなんか自分の中で期待してるわけじゃないですけど、うん、やってることの性質上。でも生活したいじゃない。 生活はしたいですよそれは最低限生活できるラインっていうのはね、うん、必要だと思いますけどうん、うん、まあでもやっぱこうねまたしても音楽の話になりますけど、うん、そのジャズとかブルースの世界で生きてる人ってやっぱ売れないから結構な実力者でもバイトしながらやってたりとかするらしいんですよねいやーな世知辛い世知辛いよね、まあ、それこそメタルとかもねそうでしょうけどいやーそうやなうん なんでこんな上手い人がこんなちっちゃいライブハウスでやってんのみたいなんてよく見るもんね。いや本当に本当に。うん。うん、じゃあまあ、ほら、大人のお笑いとかもやってるじゃない、今。はいはいはい、うん。結構やっぱああいう感じの、こう、ゆったりした感じのがの、うん、ラオ尾君的に合ってる感じなのかな。合ってますね。うん。ああいうのがいいですね。うん。まあ、なんか本当にだから、うん。うん、年なんでしょうね、結局ね。 うん、年っつっても39ですけど、ペイジさんの前で、ね、大先輩の前でほんな、年が、ね。51、51。<laughs> <laughs> いや、でも多分ね、中身はそのぐらいなんですよ、僕も、結局。<laughs> そうなんや。うん <laughs> 日本画とか好きだし、あ、いいね、うんうん。食い物とかもやっぱ重いもん、あんま食えなくなってきてるし。<laughs> 最近何が美味しいの あ最近発見したのはあの、うん、トラヤの羊羹が美味しいってこと分かりましたね、うん、<laughs> いや間違いないよ <laughs> 間違いないけどトラヤよう紅茶味が最近美味しいっての発見し,ました、ね、えっ紅茶味知らないなそうなんやあなんかああこの間ちょっと舞台出させてもらった時に楽屋の差し入れであったんですようん,うん、うん、それがトラヤの羊羹自体は食べたことあったんですけど紅茶味って初めてで、うん、めちゃくちゃ美味しかったんですようん、うん、いいね まあでも確かにね、最近はほらなんかこのお笑いとかでも若い子なんか特に M 1とかキングオブコント目指す人は本当にこうネタしっかりしてるじゃない。うん、そうですね。でそれはそれ3分なり4分なりのまとめ方もうまいし、いいう,んね、うん。で、それは競技化してるというか、うん。もそういうのもあればね、やっぱりさっきファラオくんが言ったみたいに多様化していくのは絶対に俺はいいと思うしね。エンタメとしてやっぱ盛り上がるんで、ああいうのは一つ、 あってもいいとは思うんですけど、なんかみんながみんなそっちに向いちゃうのは違うかなと思いますけどね。うん、ああ、そうね。うん、もう常々思ってるけど、やっぱり、もうショーレースがあって、逆に言うとそこしかないみたいなのは不健全やもんね。うん。うん。怖いと思いますね、それは。だからこそ俺は本当、うん、ファラオ君に、やっぱそういうスタンスを貫いて食べれるように、はい、まずなってほしいな。ああ、はい、なるほど。なんかそれでこう収入、そのステータスを上げてほしいよね。そう言うゆったりした笑いの。 モデルとして作ってさ、はいはい、そういうフォロワーというか、はい、ああいう感じの人になりたいなっていう芸人が出てくると、一、はい、つのジャンルになれるわけじゃない。確かにう。だからもう、今そうですねラがもう。チャックベリーになるチャンスが今来てるよ、本当ああ<ー>、うん。チャックベリーには確かになりたいですけどね。<laughs> うん、楽器一つでいろんなとこもあってね。あ、かっこいいな、うんね。現地調達でバックバンドを。 ああかちょっと現地いろんなライブハウスもあって、はい、現地でパートナー探してライブやらてい <laughs> いや。やりたいですけどね多分でもそういうのって金にならないんですよ。そうやな、うん、結局僕も今何が収入になってるかっつったら、うん、もしかしたら占いが一番収入になってるかもしれないですからね。あ古代エジプト占い古代エジプトタロット占いが <laughs> コロナ禍で自宅こもる期間が増えたんで一生懸命覚えたやつ。うん それ,それが何気にやっぱりまあ占いってすごいなって思いますけど需要があるんですよ、ね、いいね、うん、いいねじゃあ結構当たるという噂がまあなんか結果をがなんかこうここまであんまり届くことはないですけど、うん、でも有名人というか有名人そんなたくさんやってないですけど、うんうん、なんかそういう人はなんか良かったみたいなことは言ってくれますけどねそれ対面でもオンラインでもやってるの、うん 対面だとあれですね、あの、渋谷の古代エジプト美術館っていうところで、一角借りてやらせていただいてるのと、うん <laughs> うん、まあ、オンラインも受け付けてますね。いや、なんか今、こうやって、さっき言ったけど、はい、オンラインで聞いてると、はい、これ、声が心地いいから、これ、占いも多分、ハマる人はハマるやろうなと思って。あー、あーうん、でもやっぱね、今、副業の時代とはよく言われてますね。そうやな。うん、セブンポケットって分かりますなんでサラリーマン。バンドですか？いやいや、いそうですけど。うん <laughs> かサラリーマン用語で、うん、あるらしいセブンポケットって言って、うん、その最低でも7つ、うん、その収入源というか副業というか持ちなさいみたいのがあるらしいですえ七、ー、7個も本業以外で多いなだから今の世の中ねどう先どうなるか分かんないから、まあ、保険に保険をかけてみたいない1 <laughs> まあ一個の仕事を真面目にやってればそれだけで老後も安泰かっていう時代じゃないもんね今ねじゃあ泣いてますねうーん。 なんか川村さんがスパチャくれて、モグライダーのともしげさんとは仲直りされましたかって書いてるよ。ああ、なんか、あのー、うん、なんかの番組でともしげさん、ドッキリかなんかで、ば、うん、からバカよ、あなたはもっと頑張れみたいなことを、あ取られてるって知らずに、なんか言、うん、ったみたいなのがあったらしいんですけど、別にまあ、あれ以降、 ましたけどごめんなさいみたいなことは言われましたけど、その時俺、知らなくて、何のことって言っちゃったんですけど、後で知って、ああ、そういうことかってなって、別に俺の方はなんもないですけどね、むしろ名前出してくれてありがとうっていう感じで、全然なんもないしまあまあ、なんか、コンビのところに対して頑張れっていう意見に関しては、それは言われるだろうっていうのも、比較はしてるんで、今の状況だったらね。そうな まあうちもそうやけれども、なんかこうやって一人で YouTube とかやってると、もっとコンビのこと頑張ったらどうですかみたいなこと言ってくる人はいるけどね。ああ。うん、まあね、うん、自分たちがどうなりたいかっていうところが大事ですよ、結局は。そうな。うん、そうなのよ。そうなのよ。うん。で、ね、コンビの関係ではね、もう、はたから見てる以上にいろいろありますからね、裏でしょ。めちゃくちゃ何かありそうやん。<laughs> <laughs> ね、ここまで言っといても何も言わないですけどねそれ以上はねいや <laughs> もう気になる、うん、これが間ですよ<や>間の美学ですよ、はい、間の美学やなそうそうそうまあ、まあ、にここで何か相方のこと何か言うたとって別に何のとこもないしな何のとこもないしあ好きじゃないですか、うん、そういうのあんまりこうなんか家事みたい人たちだけが集まってきちゃいそうじゃないですかあ,あそうやないや本当そうだよ嫌いなんでうんあ大人だなさすがさすがだわ あ,あ、欠席裁判もね、あんまり好きじゃないですから。まあ <laughs>、もう大人。<laughs> <laughs> 大人やな。いやいや、まあ、大人ではないですけどね。三十九やからな。三十九、三十九。一般社会で見たら、もうね、三、うん、人ぐらい子供いるぐらいの年齢ですよ。えー、そんなに。あ、でも、もうそうか。でも、周りの、だって、同世代ぐらいの芸人とかも、どんどん結婚していってますからね。でも、やっぱ、俺は五十一やけど。子供保育園行ってるけど。はい 多分ダン、はい、トツ俺が一番年上ちゃうかなお父さんの中であ本当ですかうんだいぶ取り残されてますよ私も <laughs> そういう結婚したいとかそういう願望はあるの結婚なんか結婚はもうなんか、うん、うんお付き合いさせていただく相手ができたらもうその人の希望によるかなっていう感じですけどねあなるほど自分がこうしたいとかじゃなくてお付き合いした相手がまあしたいっていうならうもうさやぶさかではないしみたいな 結婚ってなんか女性のイベントみたいなイメージがなんとなくあるんで自分の中で、まあ、い結婚とか、まあ、結婚式とかはね結構ああまあねもう女性のものやけどな、ね、あ,あそっかそうかでも婚っか結構でも結婚はどうもなんかするんじゃないですかねそうなったらあそうなんだそこに別に抵抗があるわけではないないですね、うん、ただまあその同居するってなったら、うん、自分はその性質的に絶対一人の時間が必要な 人間でではあるので、うん、同じ部屋で同じベッドではまあ寝れないかなっていう感じです。<laughs> <laughs> ダメなんですよ、その人と同じベッドだともう寝れないんですよ、その相手のことが気になっちゃって。あ、まあ、そういう人いるよね、うんうん。気になるんですよね。うんうん、絶対一人で自分の部屋じゃないと寝れないこれはもう、でも現実問題として、はい、その寝室を別にするっていうことは。<laughs> 都内でそういう今を構えるにはそれなりのお家賃がするもんね。まあそうなんですよね。うん、それなりの収入を持つ男じゃないとそれ言えないもんね。確かに。うん、よっしゃ、占い頑張ろうわ。そこでよ <laughs> <laughs>